おはようございます。3月14日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずはアイコンで確認していきましょう。今日は本州の南の海上を低気圧や前線が通過していくため、西日本から東北の南部の広いエリアで冷たい雨や湿った雪が降ります。まだ降り出していないところもこの後本降りの雨となっていきます。また東日本の内陸山沿いや東北南部山沿いでは雪が降ります。積雪にもご注意ください。西日本方面では西からだんだんと天気が回復し、日差しが届いてくるところもありますが、西日本や東日本、昨日よりも気温が低くなるところが多くなります。暖かくしてお過ごしください。特に関東エリアでは昨日との気温差、体感差が非常に大きくなります。一方北日本では比較的穏やかな空となりそうです。では今日の花粉飛散予想も確認していきましょう。今日は雨や雪、降るところが多くなりますので、飛散量自体は少し抑えられそう。ただ天気が回復してくる西日本、福岡では多い予想となっております。花粉対策、雨上がりはしっかりと行いましょう。そしてウイルス対策指数も確認していきます。今日は全国的に高い指数となっており、北日本では非常に高い指数となっております。手洗いやうがいなどもしっかりと行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。